2017オートバックスーパー GT 開幕戦予選、岡山国際サーキット。300の Q1 がスタートいたします。トップ14台が進出できるということになります。以前の岡山のテストの時と少しフィーリングが違ってなかなか苦戦したんですけど、まあ、そこからまあ、チームで話をして、まあ、前回のテストの状態に元に戻してほしいという話をして、高畑です。そうです、今のラップもったいないね。井口はどうか、今6番手スバル、もっともっといいタイムが出せたはずなんで、ちょっと悔いは残るんですけど、予選一発というよりも決勝向けのセッティングだったりタイヤ選択をしてきたつもりなんで、ポジティブな6位じゃないかなというふうに僕は思ってます、はい。スバル BRZ GT ギャルズブリーズです。今年も私たちブリーズがスバル BRZ を応援していきます。そして一人でも多くの方にスバルファンになってもらえるよう盛り上げていきたいと思います。2017オートバックスーパー GT 開幕戦、岡山国際サーキット。スタートした、この週スタート。そして GT300 も今コントロールラインを通過して、2017オートバックススーパー GT 開幕戦 GT300 もスタートしました。裏間を狙う BRZ、 森野対山内、ベテラン対若手の戦いです。内がインナーからこの S 字の後のアドウッドで抜いていきました。これで5番手スバル BRZ。 さあ、そしてスバルがアウトサイドから山内、こちら300、スバルが前出ています。これでスバルが4番手。山内、上位3台ラップタイム
27秒5、追いつける。左がきつい。了解了解、もうちょっと辛抱、2万までもう少しある。スバル BRZ、 こちらもどうやら好調な走りをしていますが、今ピットに入っています。現在ポジション7、ポジション7。スバル BRZ が止まっている井口、それまでいい位置を走っていたんですが、去年の開幕戦と同じノーポイントに終わりましたけど、この悔しさを次につなげるためにまたチームと頑張っていいクラマを作って、富士レース終わった後にこのインタビューで笑顔で、答えられるように頑張りたいと思います。自力でなんとか2台抜いてきて、ポジションアップして、いい流れではあったんですけど、マシントラブルということで、今回リタイアになってしまいましたけど、次に向けてクレマの進化、ドライバー含め全てやっぱり見直さないといけないのかなと思いますので、みんなで、もう一度前向いてしっかり頑張りたいなと思います。必ずこの借りを、富士以降取り返しに行けますので、また、ぜひ応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。